この時間は IPO のコーナーになります。本日 ETF 市場へ新規上場されました証券コード 140A アイフリー ETF 米国10年債国債先物インバース、管理運用ダイバーセットマネジメント株式会社ラップ ETF ビジネス部 ETF 推進課青山俊樹さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、本日 ETF 市場に上場されましたアイフリー ETF 米国10年債国債先物インバースを管理運用されているのはダイバーセットマネジメント株式会社さん、はい、ということで、ラップ ETF ビジネス部 ETF 推進課青山俊樹さん改めてご紹介させていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。早速ですけども今回上場されました ETF の概要についてお話し頂戴できますか。はい、かしこまりました。本日上場した ETF はですね銘柄コード 140A アイフリー ETF 米国10年国債先物インバースとなります。連動対象指数は S&P10 年米国国債先物インバース指数です。まあ、日々の騰落率を S&P10 年米国債先物指数の騰落率のですねマイナス1倍になることを目指す指数となります。当 ETF はこの指数の変動率に一致させることを目的としております。外貨建て資産には為替ヘッジを行います。なお米国国債先物インバース型の ETF は東証上場では初となります。決算日は年2回4月10月の各10日初回決算日は2024年10月10日を予定しております。信託報酬は年率税込みで 0.495% です。取引所では一口単位で売買ができまして2000円ほどからお取引いただけます。はい、今回の ETF の特徴について教えていただけますか。かしこまりました。当 ETF はですねスライドお願いします。はい、当 ETF は米国10年国債先物を売り立てることと、同等の効果を持っております。当米国国債利回りのですね上昇時に、まあ、プラスのリターンを得ることができる商品です。まあ、使い方によってはですね保有している債券エクスポージャーの米国金利上昇リスクをですね調整することも可能でなっております。当 ETF へのですね投資で、まあ、提供できるメリットは日中に円で証拠金の管理も必要なく小口からでもお取引が可能という点でございます。金利上昇をリターンにするための取引で発生する手間を減少させることができます。スライドを右側をご覧くださいませ。こちらはですね先物を利用する場合のケースで表を作っております。先物を利用する場合にはですね、まあ、現在のところ米国の現地取引時間で1万円あたり1650万円と高額な単位で取引する必要があるほか先物口座の開設や、まあ、米ドルの調達、証拠金の管理、先物のロールオーバーなど、まあ、管理の負荷が発生いたします。まあ、当 ETF を通じた投資においきましては当初の取引時間で板を見ながら売買できるため、まあ、より機動的な売買が可能でございます。まあ、ETF の連動率を保つためにですね現地法人のダイバーセットマネジメントアメリカリミテッドにですね運用指図にかかる権限を委託します。先物の現地生産年をターゲットとしまして米国10年国債先物取引の売り立て額の時価総額が原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行ってまいります。はい、今回アメリカ国債米国国債のインバース型を出した背景っていうのはどういうところになりますでしょうか。かしこまりました。はい、まずスライドをご覧いただきたいんですけれども、折れ線グラフはですね2002年年末からの米国10年債利回りの推移となっております。まあ、長期にわたって低下傾向となっておりましたが米国の政策金融政策変更を機に上昇しまして利回り面から米国国債の投資見込みが高まっております。こうしたこともありまして東証では直近半年で米国国債関連の ETF が多く上場しております。棒グラフは個人投資家の外債 ETF の受益者数となっております。各年のですね6月末時点の人数を表示しております。利回りの上昇銘柄数の増加とともにですね右肩上がりに増えていることがわかるかと思います。これはですね一方で足元で米国を中心に金利変動リスクを負っている投資家が増えていることになります。当社では米国国債利回りの上昇時にですね利回りのリターンを得られる商品プラスのリターンを得られる商品、手軽に金利リスクを調整できる手段をご提供することで
投資家の皆様にですね、多様なニーズに対応できると考えまして、当 ETF の組成に至りました。はい、こちらのスライドではですね、棒グラフで米国7年国債1ヶ月利回りの変化、折れ線グラフは当 ETF の連動対象指数の1ヶ月リターンの推移を表示しております。期間は2019年1月から2023年の12月末を表示しております。米国の国債金利の上昇時にですね、連動対象指数のリターンがプラスになっていることがご覧いただけます。特に2021年から2022年にかけて金利が上昇を転換した年であるということもありましてですね、利回りの変化幅も大きいことがご理解いただけるかと思います。金利の上昇時にリターンを得る、それが当 ETF の本質ではあるんですけれども、すでに米国債や米債 ETF を保有している場合、一時的なヘッジ金利の変動リスクのヘッジ手段としてお使いいただけます。今のお話ですと、金利上昇時のヘッジに使えるということですが、その具体的な使い方を教えていただけるとありがたいんですけども。承知いたしました。例えばですね、保有されている米国債券が7年10年為替ヘッジの場合、いわゆる業界では7年10年のことをセブンテンと言ったりしますけれども、それを保有している場合でご説明させていただきます。スライドの左側はですね、当 ETF の連動対象指数と7年10年指数の推移です。こちらは2015年10月末時点をですね、1万として指数化として表示しております。チャートの形状を見ていただきますと、逆相関になっていることがお分かりになると思います。チャートの形状はいわゆるワニの口のような形になっておりますね。でスライド右側は感濃度を計測した結果です。当 ETF の連動対象指数と米国7年10年指数の感濃度はマイナス 0.8 程度となっております。これは連動率に近いものとご理解くださいませ。つまりですね、100万円の7年10年のポートフォリオを保有した際、当インバースの ETF を100万円購入していただくと仮定した場合、80万円分の金利リスク上昇変動リスクをヘッジできると、そういったことが期待できます。次のスライドではですね、保有している米国債が為替ヘッジなしのケースをご説明いたします。このスライドでは連動対象指数とセブンテンのヘッジなしドル円の推移を表示しております。期間は2015年10月末から表記でなっております。ヘッジなしの米国国債7年10年のポートフォリオを保有されている場合、その変動要因は大きく金利変動と為替変動に分解することができます。そこに当インバース ETF を用いて、仮に金利リスクをフルヘッジできた場合、為替変動だけが残ることになりますので、ETF の保有期間中にドル円のリターンを享受することができます。金利上昇リスクには備えたいものの、円との金利差拡大などで米ドルが強含むと、そういったお考えの場合には、有効な投資手段ではないかと考えております。なるほど。はい、投資家の皆様のですね、相場見通しに応じて、今ご説明いただきましさせていただきました組み合わせの使い方をまとめました。上から1点目ですね、米国の金利上昇を予想されてリターンを得たい方、当 ETF で機動的にポジションを構築していただけます。2はですね、米国債、為替ヘッジありをお持ちの場合の方で、当 ETF を合わせ持ちいただくことで保有期間中の金利上昇リスクを調整することが可能でございます。最後に3は、為替ヘッジをつけていない米国債を保有されている場合です。当 ETF の合わせ持ちによって為替変動リスクを低減し、為替のリターンを享受することができます。この ETF は為替のヘッジありとのことですけども、ヘッジコストでどの程度って考えたらよろしいでしょうか。はい、日米のですね、短期金利差を、大体 6% 程度というふうに仮定しますと、当、ETF での為替ヘッジコストはおおむね 0.03% となる見込みでございます。為替ヘッジコストはですね、保有する外貨の部分のみだけにかかるものになります。当 ETF で保有する外貨につきましては、先物取引を行う際に必要となる証拠金の部分のみとなります。先物で必要となる証拠金というのはですね、ボラテリティ、つまり資産の値動きの高さ、大きさですね、それに比例するものでありますので、債券は株と比べて値動きが緩やかであることもありまして、マイナス1倍を達成するために必要となる証拠金は信託財産純資産総額比で 5% 程度となる見込みでございます。
金利差拡大でもちろんのことながらヘッジコストは増加してしまうものにはなりますけれども、まあ、当 ETF では非常に低い水準となる見込みでございます、はい。この ETF の注意点留意点と教えていただけますか。はい、まず当 ETF のですね、連動対象指数は S&P10 年米国債先物指数の日々の変動率のマイナス1倍を目指す動きをいたします。2日目以降離れた人の比較におきましてはマイナス1倍とならない点にご留意くださいませ。スライド右側ご覧ください。基準日を100として1日目にプラスの 5%、 2日目にプラスの 10% と米債先物指数が動いたと仮定して説明します。1日目はマイナス1倍の値動きとなっておりますが、2日目と基準日の騰落率を見ていただくと、先物の指数がプラスの 15.5% に対して連動対象指数はマイナス 14.5% となり、マイナス1倍とはなっておりません。はい。続きましてスライドの右側見ていただきたいんですけれども、確実とも前日比はマイナス1倍の連動率を保つものの、3日目と基準日を比べた際にはそれぞれプラスの 0.17% とマイナス 1.77% となり劣化が多くなります。まあ、こういった上下する相場展開が続く場合にはですね、期待した投資成果が得られない恐れがございます。長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品とも言い換えられますので、こうした特性があることはご理解いただけると幸いでございます。冒頭でお話を伺いましたけども、はい、このような形の ETF は国内では初という理解でございます。よろしいですね。で、今 その世の中で見ているとやっぱりこういうところのニーズは高まっているというような感触なんでしょうね、多分ね。はい、やはりその米国の債券というのはですね、金利上昇でかなり投資妙味が高まっております。まあ、機関投資家の例で言いますと、リスク量を測りながら投資を行いますので、リスク対比で魅力的な、まあ、投資資産となります。なるほど。あと最後に投資家の皆様にメッセージ頂戴できればありがたいんです。かしこまりました。銘柄コード 140A i フリー ETF 米国10年国債先物インバースは、先ほど申し上げた通り東証初の米国国債のですね、インバース型 ETF となります。まあ、今回の金利上昇時に利益が期待できるほか、すでに保有している外国債券の金利リスクの調整もお使いいただけますので、まあ、ぜひですね、米国債券投資のハードルが下がるツールとしてご活用いただけますと幸いでございます。今後ともアイフリー ETF をご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。大安さん、今日はおめでとうございます。ありがとうございました。本日はありがとうございました。